この区間は食べていいんだね。じゃあこれ石垣、石垣です。飲酒ダメ。いや立派な城ですね。表門跡すごいね。登りたいよね、そこね。人が多い。こうね、やっぱこう曲がってるってわかるかな。こう S 字型にね、正面から来ての曲がりね、この曲がり、ね、表門があってこうやって中門があるんでね、ここですね。平城なんでそんなにありですよね。まあ堀で守られるっていうのもあるし、黒金門という鉄門跡ね。めちゃくちゃ多いですね。人めっちゃいます。あそこにも井戸があるんですよ。2つあるんですよ、井戸がね。さっきのところでね、丸御殿。まあなんかね、こんな感じで長つぼねとかね、まあ、いろいろありますけども、いや桜綺麗ですね。あ、こう書院ですかね、大書院という感じで。ここが温暖大学で、駒かない詰所奥取締りで、本次の間、いやいや、三の御間で、次の間そこの間で、こう入ってくると、あ、ここに川や、あ、トイレですね。
トイレ。なるほど。あ、トイレの周りは空間空いてんだね、やっぱりね。匂いが出るんでね。で、ね。ライフはサンキュー。身の恩もね。で、本業の段ね。本鈴の間ここお風呂ね。お風呂以外、え、トイレがあの大きさなんで、お風呂こんな小さくない？こんなもんか。あ、こんなもんか。4倍ぐらいあるか、トイレが。ここも川屋だね。両側にトイレがあるんだ。トイレ、お風呂、トイレとか、うん、で、ここが中野温岩。あ、ちょっと さっきの見とるとこんな感じ、整備中って感じ。で、まだまだあるんだけど、もうしんどくてやってられないんで。あ、これガチ撮影してますね、ガチ撮影。綺麗ですね。どうでしょうか。ガチで綺麗ですね。笹山城跡に来てます。おっ、危ない危ない、まさかに危ねえ。OK、障害者あるだ。はい、ここ笹山城本丸跡。平日なのに夏休みだから、春休みだから、あそこ登っていきましょうか。杉ですね。ここですね。